はい、皆様、こんばんは、タケオでございます。今回もですね、リアル超速 GP に向けて、マシンの方を作っていこうと思っております。ではね、早速ではございますが、制作の方に移っていきましょう。こちらでございます。せーの、はい、というわけでございましてね、こちらですね、ある程度ちょっと触ってみました。中の部分ですね、まず、触ったところと言いますと、まずベアリングがね、丸穴ベアリングに変わりましたね。あとタイヤの面取りを行いましたね。タイヤが結構ブレていたので、ヤスリを当てて、ブレをなくしましたね。あとはギアの位置出しとかそういうところしましたんで、だいぶ駆動的には良くなってると思います。回してみますね。いきます。かなり良くなってると思います。ではですね、今回は、まず基礎となる改造と言いますかね、基礎となる走らせる状態にしようと思ってますので、とりあえずね、パーツをつけていこうと思っております。そうですね、今の頭の中でとりあえずあるのは、とりあえずこれね、これと、9ミリベアリングですね、これと、まあ、あといくつかのセットアップローラーズで、あとある、リアステイ、こんなもんかなと思ってはおります。あとウイングの、ローラーね、こんだけとりあえず構想上には入っております。ではね、まずフロントからつけていきましょうかね。あと、あれはあれ、このスタビね、スタビもつけていきます。で、あとね、プロペラシャフト、これプロペラシャフトもね、もう中空に変えてますんでね、結構全体的に良くなってます。あとギアの位置出しというかね、細かい調整はしましたんで、そこそこ走るようになってると思いますね。では行きましょう。まずフロントバンパーからつけていこうと思います。よいしょ。まずローラーを外しまして、一応ローラーはね、6ローラーにしようと思っております。フロントに1セット、ウィングに1セットで、リアに1セットみたいな感じでね、合計6個つけようと思っております。で、そうか、ローラーの上にスタビってできないのか。あ、できないっぽいですね。ということはサイドにスタビをピッてね、立てる感じになると思いますね。僕的にここにローラーつけるものやと思ってたんで、それができないということなんで、サイドにスタビを立てようと思います。というわけで、サイドのローラーも取っておきましょう。で、サイドのね、ステーがちょっとこれだと強度が怖いんで、外しといて、どうやったっけ、取り方がお忘れましたね。これを押さえながら取るのは間違いないですけどね。よいしょ、結構力がいるね。取れました。グレーのやつをつけようと思ってます。これね、これでいこうと思います。で、これをつけます。こうか、これやからこうですね。はい、これつけます。まあ、こっちの方がね、強度ありそうなのでね。はい、で、ビスを止めておきましょう。外れても嫌ですからね。はい、つけましたね。はい、これで OK で、サイドにスタビをつけましょう。あ、これあれ欲しいですね。六角のクって回すやつないんかな。これついてないのかな。ついてないな。とりあえず回します。あー、硬い。ね、つけましたね。で、もう片側にもつけます。うん、いいですね。スタつけましたね。で、フロントのバンパーをつけましょう。ここでいいかな。ここでビスがいますね。一番短いビスかな。で、これで、よいしょ。あまりね、きつく締めすぎるとこれよくシャーシのこの穴がね、バカなることが多かったんで、その辺気をつけていきましょうかね。はい、では
このままかな。と逆方向もねつけますね。はい、つけました。で、とつで続きまして、よいしょ、この9ミリベアリングですね。懐かしの9ミリベアリングをつけていきましょう。まあこれは結構今でも使えるかな。まあもう早くコーナー抜けたいんだったらこのローラーでしょね。よいしょ、これでまずベアリングワッシャー通して、ベアリング入れて、でベアリングワッシャーを通して、で上からつけるでいいかな。これ大丈夫、ローラービス当たってない？ちょっとこれビス干渉してるっぽいですね、ワッシャーに。このワッシャー外しましょうかね。よいしょ、ワッシャーは外します。結構あれですね、既存穴につけるとなると、まあ、結構今までね、ローラーの幅って広いじゃないですか。で、このバンパーにつけるビスの位置と結構離れてるんですけど、今回に関しては、結構距離的に近くなることが多いんで、そういうとこも気をつけないといけませんね、この干渉するしないがね。あー、めっちゃ当たってる。これダメですね。どうしようかな。いい方法を考えます。ではちょっとだけね、ローラーの高さ上げましたね。これで大丈夫ないでしょうかね、干渉はね。まさかのね、落とし穴がありましたね。こういうこともあるんや。よし、これで大丈夫ですね。はい、これでいきますね。ではもう片方のローラーもつけていきましょう。よいしょ、はい、つけましたね。はい、これでまずフロントはとりあえずこれでいこうと思います。続きましてリアですね。リアは、この前買った、アルミリアマルチステイをつけようと思います。よいしょ。よいしょ。結構重量感あるな、これ。はい。というわけで、一旦モーターを外さないといけませんね、これはね。外して、はい。ではでは。あ、ローラーもついてますね、これね。とりあえず、この白いローラーつけましょうかね。それではですね、これをつけるにはここだけでいいのかな。いや、説明してみましょう。あ、そういうことね。はいはい。まずこれを入れて、で下からこれをね、入れるそうです。こうか。なるほど、これで横にも上にもぶれにくくなるということか。よいしょ、よし、これでこのビスで止めて、で、キュッと。あ、結構きついやな。はい。あ、がっちり。結構がっちり止まりましたね。はい。いい感じですね。あー、これ中はこれ、そう、普通のやつだったら六角で止めますけど、これは止めなくていいんですね。おー。はい。とりあえずつけました。でもモーターつけて OK かな。つけます。電池外した。モーター当てて、よいしょ。ですね。で、ローラーをつけましょう。あ、いいな、いいな。はい。結構ガッチリ止まりますね。で、もう一個。はい、つけて。よし。これで基礎の部分は完成かな。はい。いい。わー、懐かしい。形がすごい懐かしい。いいっすね。おー。で、最後に、まあ、ボディとウィング、このローラーつけてね、完成になるんですけども、まあ、今回ボディないでしょ。ね。なぜかと言いますと、今平行で、塗装しております。はい。というわけでね、明日の動画にはですね、塗装したボディと、このウィングをつけた状態でお見せできると思います。ただですね、まあ、これで終わりではありません。まあ、やっぱりね、レース会場の行くと一筋縄ではいかないと思うんですよね。このマシンだけで行けるとも思ってないんで、どういう風なパーツをね、予備として持っていいかっていうのをちょっと選んでいきたいと思っております。はい。というわけで今回はここまでやりました。以上でございます。というわけでございましてね、ここまで完成させました。ね、まあ、というとも完成させてるともね、パーツをつけただけなんですけども、だいぶ、そうですね。あの頃の、ガチマシンになってきたような気がします。
来た時ね、こんな感じで、もう、組んで、満足させて、走らせたと思うんでね、ここからどうなっていくかというところでございますね。というわけで今回は以上でございます。明日は、まあ、例えばスライドダンパーとか、そういうね、良いパーツの方をしっかり用意していこうと思います。結構他のパーツもね、組み上げていかないと、現場でね、パッと付け替えできませんからね。その辺もやっていこうと思います。というわけで今回は以上でございます。また次回お楽しみに。